今日の作戦お願いします。いやどうしましょうか。この前はい、佐藤ポルドイプロに挑戦した時にうまくいかなかったし、やっぱあの作戦は間違ってなかったと思うんで、やってること。そうですね、私フォアしか打てないんで、フォアだけ打って勝つようにします。アイフォーメーション、アイフォー、アイフォー、アイフォーメーション。オーストラリアだ。あ、オーストラリアの方ですね。オーストラリアやりましょう。マッシュさんサーブのゲームだけ。なるほど、バックを打たないための作戦ですね。そう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 、いいですね。できる限りそうしたい。ちょっとあんま調子よくないから、ちょっと、うまくやってくれる。確かに、うん、まあ、でもやっぱりお互いね、まあ、片方強い。そう、まあ、そこをどう、そこをどううまく、次に話して更新お願いします。これ本当に、ね、私ボレーできないんで、はい、大丈夫ですか。ギャン詰めしておきます。ギャン詰めでいきましょう、はい、でもファーストを入れる、その気持ちで頑張ります、はい、よし。Thank you.
1、2で、まあ、ワンブレイクダウン。セカンドサーブとかは最初のうちに結構振っといて、素材というか、最初から回り込んでたり、あ、もう全然行きましょう。それでミッシーさんのフォアのボディ側に打つから、うん、今ちょっと前に行くだけ、うん、多分詰まって、うん、ポーチというかここに来るようになった、うん、ここに打てるよ、まあ、プレッシャーかけながら、そうそう、クロス抜けたらしい、最後の、うん、あのゲームポイントのネットギャルのポンっていうこれもう詰めてって、うん、あれはもう、ね、取れない、最強、一番最強、オッケー、肝に銘じてやる、あれは絶対やった、でもありがとう、すごく助かる、やる人みんな悩んでると思うんですよ、俺ができない時に前に行って嫌だなっていう気持ち、はい、私と一緒の人いっぱいいると思いますどうしたらいいんですかさっきのグランズメも悪くなかった、悪くなかったです、とにかくネットにうまくいってるうちはそれを続けた方がいいんじゃないですかね、確かに。
今3、4と負けてるわけですけども、どうするのがいいですかね。どうしましょうか。それで、ね、お互い多分俺今ファーストすごい入れに行ってる。 あ、はいはい、あれどう入れ、もっと向きった方がいい。いや、まあ、それはそれでいいと思います。ダブルフォルトお互いしちゃってるのがちょっともったいないから、それをなくしたい。うん、それが一番。そうなんだけど、いつもセカンドでさ、はい、打っても打たれるだけやん。そんなことない。じゃあいつも一緒だ。はい。セットに叩いてて、あの、外しに行くと、菊池さんがもう、多分動けちゃう。マッシーさんが多分セカンドはもう、髪に入れていってるところね、打ち切っちゃって引かせてる。うん、結構、深めに入れればいい。ファーストはもう、まあ当てて、ブロックして。うん、Thank you.
イプゼロ。テニス部屋チームの勝利となります。ごめんやつだ。いやいや、リベンジ対応です。これ1-1なんでしょ、みーちゃんねん。これ1-1。そうですね、テニス部屋対みーちゃんねん、これで1-1なので、じゃ次はうちはね、無視と思っていきましょう。負けたくないから。負けたくないから。お兄ちゃんごめん、お兄ちゃん負けたっていうところ。いや、本当楽しい試合でした。いや、ありがとうございます。めちゃくちゃいい試合でした、本当にありがとうございました。楽しかったです。はい、いや、もうでもタイブレはね、もう高専のスターが顔出してる。何やったんや、高専のボーラーです。高専のボーラーやっぱさ、前に来るとぶつけてくるね。そう主張が欲しいから、ね、ここね、やっぱりで熊が襲ってきた。そうだね。でもいい試合でした。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。お疲れ様です。さあ